京都ヌエ大1十月ヌエ、ヌエ、海鳥、野鳥、八つのべ鳥は日本で伝承される妖怪である。鳥山赤炎、根弱がと続百鬼より、ヌエ、平家物語などに登場し、猿の顔、狸の胴体、虎の手足を持ち、オアヘビ。文献によっては胴体については何も書かれなかったり、胴が虎で描かれることもある。また、原平清水記では、背が虎で、足が狸。 尾は狐になっている。さらに、室町時代には、頭が猫で、銅は鳥のものが出現したと書かれた資料もある。描写される姿形は、北東の虎、南東の実、南西の猿、北西の犬といった絵とを表す、獣の合成という考えもある。ひょうひょうという、鳥の虎つぐみの声に似た大変に気味の悪い声で、泣いた、とされる。映画、悪霊島のキャッチフレーズ、 ヌエの泣く夜は、恐ろしいとはこのことである。一説には来獣である。平安時代後期に出現したとされるが、平安時代のいつ頃かは、二条天皇の時代、この上天皇の時代、後白河天皇の時代、鳥羽天,天皇の時代など、資料によって諸説ある。伝説に基づき再現されたヌエの像元来、ヌエは記事に似た鳥とされるが正確な童貞は、不明である。 夜は、形成の音符であり、意味を伴わない。諏訪春は、中国の博物誌、三海行、北山行に収録されている白縫えという想像上の鳥と、別の想像上の会長である縫えを、日本では同一視して、共に縫えと読み、意味的にも混同したと述べている。日本では、夜に泣く鳥とされ、古事記、万葉集に、名が見られる。この泣き声の主は、 鳩台でイで木赤色の鳥と考えられたが、現在では虎つぐみとするのが定説である。この鳥の寂しげな鳴き声は、平安時代頃の人々には、不吉なものに聞こえたことから強調とされ、天皇や貴族たちは、鳴き声が聞こえるや、大事が起きないよう祈祷したという。平家物語にある怪物はあくまで、縫えの声でなく得体の知れないもので、名前はついていなかった。 しかし現在ではこの怪物の名前がヌエだと思われ、そちらの方が有名である。この意が転じて、つかみどころがなく、立ち回りは巧めだが、得体の知れない人物を例える際に使われる。平家物語や摂津国の知事摂津名所図へなどによると、ヌエ大治の話は以下のように述べられている。平安時代末期、天皇の住む御所、清涼殿に、 毎晩のように黒煙と共に不気味な鳴き声が響き渡り、二条天皇がこれに恐怖していた。ついに天皇は病の身となってしまい、薬や祈祷をもってしても効果はなかった。新型三十六回戦、井の早太氏と縫え、月岡義と氏が側近たちはかつて、源の義家が弓を鳴らして、海示をやませた前例に倣って、弓の達人である源頼政に、 怪物退治を命じた。よりまさはある夜、家来の井の葉や太氏を連れ、先祖の源のよりみつより受け継いだ弓を手にして、怪物退治に出向いた。すると、清涼殿を不気味な黒煙が覆い始めたので、よりまさが山鳥の尾で作ったとガり屋をいると、悲鳴と共に、縫えが二条城の北方たりに落下し、すかさず、井の葉や太氏が取り押さえて、とどめを刺した。 その時宮廷の上空には、格好の鳴き声が二世三世聞こえ、静けさが戻ってきたという。これにより、天皇の体調もたちまちにして回復し、頼政は、天皇から褒美に、獅子王という刀をもらえたまものした。退治されたヌエのその後については、諸説ある。平家物語などによれば、京のとの人々は、ヌエのただりを恐れて、死体を船に乗せて、鴨川に流した。 淀川を下った船は、大阪東成郡に一旦漂着した後、海を漂って芦屋川と住吉川の間の浜に、打ち上げられた。芦屋の人々はこの死骸を年頃に葬り、ヌえ塚を作って弔ったという。ヌえを葬ったとされるヌえ塚は、説明書杖では、ヌえ塚芦屋川住吉川の間にありとある。また、江戸時代初期の地市、足分船によれば、ヌえは、 淀川下流に流れ着き、たたりを恐れた村人たちが、母恩寺の住職に告げ、年頃に弔って、土に埋めて塚を建てたものの、明治時代に入って、塚が取り壊されかけ、ヌエの怨霊が近くに住む人々を悩ませ、あてて、塚が修復されたという。一方で、原平清水記、神田継筆によれば、ヌエは、京都府の清水寺に埋められたといい、江戸時代にはそれを掘り起こしたために、 たたりがあったという。源の頼政のぬえ退治を再現した増別説では、ぬえの史上は一頭の馬と化し、木下と名付けられて、頼政に飼われたという。この馬は両馬であったために、平宗盛に取り上げられ、それをきっかけに頼政は、半平家のために挙兵してその身を滅ぼすことになり、ぬえは祝縁を晴らしたのだという。また、静岡県の浜名湖西方に、 ヌエの死体が落ちてきたともいい、浜松市北区の三日日町ヌエ大、道崎、羽田平、女といった地名はそれぞれヌエの頭部、胴体、羽尾が落ちてきたという伝説に由来する。愛媛県上請け郡熊高原町には、ヌエの正体は、頼政の母だという伝説もある。かつて、平家前世の時代、頼政の母が、故郷のこの地に隠れ住んでおり、山間部の赤倉が、 池という池で、息子の分と源氏最高をこの池の主の竜神に祈ったところ、祈祷と平家への憎悪により、母の体が、ぬえと化し、京都へ飛んでいった。母の化身したぬえは天皇を病気にさせた上、自身を息子、よりまさに退治させることで手柄を上げさせたのである。よりまさの矢に貫かれたぬえは、赤倉が池に舞い戻って、池の主となったものの、 焼き図が元で命を落としたという、14世紀半前半に、健康奉仕によって書かれた、つれずれ草の第210弾は次の通りである。カンコとは、春のものなりとばかり言いて、いかなる鳥とも定かに記せるものなし。ある新言書の中に、カンコとなく自称根の方は行うしだやり。これは、ぬえなり。万葉集の長唄に、霞立つ長き春日の、 など続けたり、縫え鳥もカンコ鳥のことざまに通り否定期固有。これは、ある新聞書に出てくるカンコ鳥が縫えのことであると、その区別を指摘した上で、縫えコールカンコ鳥と同一視される理由をそのことざまが類似しているためであろうという考察を加えている主格方針脳によって、倒密をの流に伝えられた諸尊法を修正した13世紀半ばに書かれた、 紀章の巻き急に延命昇根作法の項目があり、毎初夜の時きの、小夜日中不全、という記述が見られる。ただし、ここにはヌえについての記述は見られない。ヌえが夜に鳴く鳥であるなら、その鳴き声が聞こえるのは夜であるはずである。したがって、観光鳥泣く自昇魂の方が行うとは、すなわち、昇魂の方が夜に行われるべきであることを述べたものと考えられる。 頼政の所領地であった西脇市、長明寺に建立されたヌエこれらのほか、大分県別府市の八幡地獄にあったテーマパーク、怪物館にはヌエのミイラがあったといい、他にも類のない貴重なものと言われたが、このテーマパークは現存せず、ミイラの行方も判明していない。ありがとうございます。